1977年、国鉄地北線時代の勝利別域と、周囲500メートル範囲。左上が、北見方面。すでに貨物取扱いが廃止され、荷物取扱いも廃止直後であるが、1986年、駅舎側本線へ防線化されるまで、側線は撤去されず放置されていた。山間の駅で、かつては、たくさんの木材が、 駅周囲に望みされていた時期もあった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成勝利別駅は、北海道阿蘇の郡陸別町あざ、都市別川上94にあった、北海道地方高原鉄道ふるさと銀河線の駅である。ふるさと銀河線廃線に伴い、2006年4月21日に廃駅となった。 電報略号は、土平、地名より、当地を流れる都市別川支流のアイヌ5名、ポントゥペのあやくから、廃止時点で、単式ホーム1名2線を有する地上駅であった。1986年10月31日までは、千鳥城の相対式ホーム2名2線を有する、交換駅で、その他駅裏に、貨物積み下ろし線、駅舎横の池田側に、 貨物ホームと引き込み線を有していた。これらの線路と貨物ホームは交換設備運用廃止後に撤去されたが、反対側の旅客ホームは残っていた。池田方の線路は点鉄機の名残で湾曲していた。駅舎はコミュニティセンターと合築になっていた。ふるさと銀河線沿線自治体では、ふるさと創生事業の一環で駅舎改築などを行っており、 その第一号として1990年12月17日に共用を開始したものであった。勝利別の集落が存在する。2015年7月時点では、駅舎は引き続き、コミュニティセンターとして利用されており、待合室の時刻表も廃止当時のまま残っていた。また、線路は撤去されているが旅客ホームは2面ともに残っていた。 2020年時点では、駅舎は引き続き、コミュニティセンターとして利用されているが、ホームは2面とも撤去され、コミュニティセンターから国道242号線まで、かつての構内を横断する連絡歩道が設置されている。線路跡は、前後とも多くのソーラーパネルが設置されている。勝利別峠都間の千北峠に、 1916年から1931年まで、釧路北信号場が置かれていた。また、同一地点に、戦後間もない頃から1957年まで釧路北仮城工場が置かれていた。1985年3月8日に放送された NHK 特集で、陸別町が日本一寒い町として取り上げられた番組中で、 無人化される以前の当駅が紹介された。ありがとうございます。